高知競馬12レースファイナルレース1400です能力偏差値ですが B ランク2頭 C ランク1頭のレースとなりますこれから偏差値上位馬の適性分析を指数グラフで解説していきます最後に適性を反映した予想印を公開します指数グラフの基本的な見方ですが横軸は日付の時系列右端が今回のレースとなっています指数は 青色の折れ線で表されます黄色線は連帯目安ラインとなりますこの黄色線を上回っていれば高指数と判断できますそれでは指数グラフを使い解説していきます暫定二重丸を打っています一枠一番、名称装備です能力偏差値はトップで、偏差値ランクは B ランクとなります金五層では、黄色線を上回ったことがありません能力的には、上位混戦の一等で 連帯資格は十分です。前場比較のグラフへ切り替えます。この馬のグレー色は上位混戦の一頭であることがよくわかります。距離適性を見ていきます。距離は紫色の丸です。今回は1400メートルとなります。指数がピークとなっている。6月はピンク色の着順が2着で1300。3月はピンク色の着順が16着で1200、1300が適距離ですが。 4走前の紫の丸、今回と同距離の1400では、まずまずの指数をマークしています。1400は守備範囲です。展開面を見ていきます。先行力分析シートで、レース展開予想を解説します。一角進入予想図ですが、逃げ馬が1頭います。先行タイプが4頭います。この一角進入予想図の状況からは、ミドルペースが予測できます。客室による有利不利は少なそうです。 指数グラフに戻って、てこの馬のの馬客室を見ていきまます。す。一角角通過順位は、オレンジ色の四角で表されます指数がピークとなっているところは6月は2番手からの競馬です3月は後ろから後位からの競馬が良いタイプです展開分析シートを見ていきます先行力は32でトップです上がり指数は26で7位です楽に後位につけられる高い先行力を持っています展開面は プラス評価をしていいです。次の馬を解説していきます。暫定丸を打っています。2枠2番、バシレウスです。能力偏差値は2位で、偏差値ランクは B ランクとなります。金5層では、前層、5層前に黄色線を上回っています。能力的には、上位混戦の1等で、連帯資格は十分です。指数の青線の傾向を見ていきます。指数の山と谷が交互に来る傾向があります。 交互タイプなら、今回は指数をを下げる順番です。す。距離適正を見ていきます指数がピークとなっている1層前は、紫の丸が1600、5走前は、紫の丸が1300、1600が適距離ですが、1400は守備範囲です。展開面を見ていきます。指数がピークとなっている1層前は後ろから、5走前は後ろから、後方からの差し、追い込みが良いタイプです。 展開分析シートに切り替えます。先行力は20で6位です。上がり指数は39でトップです。高い上がり指数で、鋭い差し足が見られそうです。展開面は、プラス評価していいです。馬体重を見ていきます。馬体重は黒色の折れ線。金層は、馬体重が増加すると指数を上げています。明日も、馬体が増えていれば、プラス評価していいです。次の馬を解説していきます。 暫定黒三角を打っています。7枠9番、トミケンスラーバです。能力偏差値は3位で、偏差値ランクは C ランクとなります。金5層では、2層前、3層前に黄色線を上回っています。能力的には、上位混戦の1等で、連体資格は十分です。距離適性を見ていきます。指数がピークとなっている3層前は、紫の丸が1400、2月は、 紫の丸が1300、1400は守備範囲です。展開面を見ていきます。指数がピークとなっている3走前は7番手からの競馬です。2月は4番手からの競馬です。中段より前目からのちょい差しが良いタイプです。展開分析シートに切り替えます。先行力は18で9位です。上がり指数は27で5位です。先行力は評価できません。前目につけられないリスクがあります。 展開面は、若干のマイナス評価した方がいいです。次の馬を解説していきます。暫定白三角を打っています。5枠6番、ニオドハンターです。能力偏差値は4位で、偏差値ランクは D ランクとなります。近5層では、黄色線を上回ったことがありません。能力的には、上位馬には一歩劣りますが、連体資格は十分です。距離適性を見ていきます。 指数がピークとなっている8月は紫の丸が14007月は紫の丸が14001400は適距離です展開面を見ていきます指数がピークとなっている8月は2番手からの競馬です7月は5番手からの競馬です後位からの競馬が良いタイプです展開分析シートに切り替えます先行力は16で10位です上がり指数は26で6位です 先行力は全く評価できません。好意につけられない高いリスクがあります。展開面は、マイナス評価した方がいいです。馬場状態を見ていきます。馬場状態はグレーの丸で表されます。良馬ババでは、指数を落としています。明日も、両馬場ババなら、マイナス評価した方がいいです。次の馬を解説していきます。暫定罰を打っています。5枠5番、エピックスターです。能力偏差値は5位で、 偏差値ランクは D ランクとなります。金5層では黄色線を上回ったことがありません。能力的には上位馬には一歩劣りますが、連帯資格は十分です。距離適性を見ていきます。指数がピークとなっている1層前は、紫の丸が1600、5層前は、紫の丸が1300、5月は、紫の丸が1300、1400は守備範囲です。展開面を見ていきます。 指数がピークとなっている。一走前は、九番手からの競馬です。五走前は、後ろから、五月は六番手からの競馬です。中段より後ろ目からの差しが良いタイプです。展開分析シートに切り替えます。先行力は十四で十二位です。上がり指数は三十二で三位です。平凡な上がり指数で、させないリスクも若干あります。展開面のリスクは少ないですが、大きくは評価できないです。 以上の適性分析を考慮しました。最終の予想印です。本命20丸を打ったのは、1番、名将装備です。能力偏差値は、トップの B ランクです。枠順にリスクはありますが、展開と、対戦成績を高評価しました。対抗丸を打ったのは、2番、バシレウスです。能力偏差値は、2位の B ランクです。枠順と、調子にリスクはありますが、 展開を高評価しました黒三角を打ったのは、9番、トミケンスラーバです能力偏差値は、3位の C ランクです展開にリスクはありますが、枠順を高評価しました白三角を打ったのは、7番、ダノンチャンスです能力偏差値は、7位の D ランクです距離と、展開と、対戦成績を高評価しました